ポカポカのスタジオ出演で MC の神田愛花、ゲストの渡辺直美をニューヨークと呼び大はしゃぎ。澤部優は神田のいじりを注意したが神田は無視。澤部の緑のスーツをビッグアップルのヘタの色と指摘し続けた。澤部は本気で怒り、いじりをやめるよう訴えたが神田は聞かず、知らずにヘタを着たと主張。澤部はそのつもりはないと強調。すると観客は静まり、ドン引きしている様子だった。富永美樹はインスタグラムで共演者の林真弥がポカポカで体調不良になったことを報告。放送後に録画を見て心配したことを明かし、倒れる瞬間の表情が目に入ったと振り返った。林は自力で裏手まで行き、放送中は大丈夫と示したという。放送後も一緒に楽屋まで戻り、回復していたそうだ。富永は体をいたわってほしいとメッセージを送った。村本香菜が不倫疑惑を認め謝罪。所属会社も一部報道内容を認めた。村本は関係者やファンに謝罪し、弁解の余地はないと述べた。村本は2022年12月に高橋大輔とカップルを結成し、アイスショーや世界選手権で活躍。2023年5月に現役引退していた。